は、新潟県長岡市に所在する、私立中学校である。愛称は、南中。長岡市内の中学校としては唯一、ユネスコスクールに認定されており、県下の中学校としては初めて同制度に認定された。開校は1947年4月1日、創立は同年5月25日。2014年5月26日当時の、 全校生徒数は427名。長岡藩の藩主だった牧野港の門所である三つかしが用いられている。雪国長岡の象徴として三つかしに雪の結晶が組み合わさっている。なお、1947年の開校時に制定された先代の交渉は長岡市立東中学校、長岡市立北中学校と全く同じ衣装の ものであった。現在の交渉は1953年に制定されたもので、衣装は3つ柏と雪の結晶はそのままに、文字が南の一時に改定され、後期も交渉の改定された同年の7月に樹立された。開学当初は八角形の板に南の文字が入り、周りに梅の花をあしらった衣装が用いられていたが、 昭和30年代中頃に、現行のものに改訂された。制定、1950年5月25日作詞、平野善三郎戦作曲、小杉久義硬貨は、当時の講演会長による寄付行為がきっかけとなって誕生した。硬貨の制定当時、作詞、作曲は著名な作詞家、作曲家などに依頼することが一般的だったが、 効果を作詞するにあたって、南中では、当時の職員や生徒、そして、学区の住民に歌詞を広く公募し、審査員による審査が行われた上で、当時校長だった、平野善三郎によって作詞が行われ、長岡高等学校の国語科教諭と新潟大学の教授により修正が行われた。作曲は、当時の音楽歌主任教諭だった、小杉久義によって行われ、 長岡女子高等学校の音楽科教諭と、新潟高等女学校の音楽科教諭、そして新潟大学で音楽の指導をしていた、教授によって修正が行われたものが現在効果に使われている楽曲である。生徒会は、南友会と称する。発表、1964年3月6日、作詞、昭和38年度、南友会作曲。 多才栄一南友会川我が友もよは昭和38年度の南友会執行部の願いがきっかけとなって誕生した昭和38年度南友会活動の報告南友会は何をしてきたのかの中で昭和38年度南友会女子副会長は長岡市内でトップクラスの南中に開花がないのは残念だ いつまでも皆に親しまれるような歌をこたし中に作りたいという南友会執行部の願いから制作が行われたとしている。作詞にあたっては南友会以下作成委員会の設置の下で生徒に作詞募集を大々的に呼びかけて候補に上がった歌詞をもとに作詞が行われた。作曲は当時新潟市内の小学校で校長をしていた田才英一によって行われた。 南友会以下、我が友よの発表会は昭和38年度末の1964年3月6日に行われた。本校は2010年に県内の中学校の中では初めてユネスコスクールに認定された。海外に在住する外国人とメールでの交流を行っている点と英語版ホームページを生徒会が自ら運営している。 点が評価され、認定に至った。職員玄関には、認定を示すプレートが設置されている。なお、認定理由に含まれていた、英語版ホームページは2013年に更新を終了し、2016年度をもって閉鎖されている。南中学校で勤務する教職員に対しては、以下のルールに基づいた、研修活動が行われている。校外の研修講座を、 年2回は受講すること。校内授業研修会を各教科で実施する都市と各人が実施する都市とを交互に持つこと。2年に1回は長岡市の教育論文に応募すること。本校では幸い町の私立劇場開業時より学校行事のほとんどを私立劇場で行ってきた。劇場開業間もなく芸能発表会や 合唱コンクールの私立劇場開催を経て、現在の学習発表会、音楽の部や南とも会オリエンテーション、さらには2008年度より始まった三欠劇公演や2010年代以降の平和劇公演などの多くを行ってきた。他校では校舎内での実施に泊まるものも、本校では学校外の近隣施設を利用した行事が多く、見受けられる。2010年代以降の近年は、 長岡駅のブランター整備事業を定期的に、緑会員を中心とし、本校生徒が行っている。本校では、特色ある学校を作り上げる中で、2010年度から、当地で起きた、空襲の語りべこわを聞く平和学習への取り組みを開始した。そして、その平和学習をより発展的に行うために、平和劇と題した、創作劇の制作。 上演を2011年度より行っている。平和劇の舞台として主に描かれるのは主に戦前、戦時中、戦後の日本、及び長岡が舞台となっている。劇の制作にあたっては一学年時の三血劇と同様に演出から台本、劇に使用する小道具に至るまで全てを生徒による制作が主体となって行われている。 2012年度には、当時の音楽家教諭と3年生の生徒が結成した、平和の語り部プロジェクトによって、テーマ曲、誓いが制作され、以後若干の改変を重ねながら毎年、歌い継がれてきている。2012年度に、当時の3年生が私立劇場で上演した平和劇、以降、2013年度までの間に行われた、発表は、校内発表として、 体育館での上演に止まってきた。しかし、戦後70年の節目を迎えた2014年度の平和劇は、校内発表だけに止まることなく、久々の私立劇場での上演となった。私立劇場での公演にあたっては、長岡市政代り内での告知は、もとより、市内各所へ広告設置のほか、2015年2月下旬より、劇の公開当日まで、 大手通り、青欧長岡の2カ所に設置された、オーロラビジョンにて、劇の予告編が放映されたほか、地元ラジオ性教育委員会連合会総会のレセプションとして、市内の中学校を代表して、これらの発表とテーマ曲の合唱が行われた。なお、2014年度の私立劇場における、上演の周知にあたっては、学校独自の取り組みを、 長岡市が支援する教育事業、熱中、感動、夢作くり、教育制度が大きな支えとなったほか、新潟県内各地のテレビ局、新聞社、ラジオ局の講演によって実現した。制作された、楽曲制作、学習研究者監督、佐久間信平成10年度、全国小中学校作文コンクールにおいて、 南中学校の3年生男子生徒が書いた作文、梅雨明けが作文コンクールの最優秀賞にあたる文部省文部大臣奨励賞を受賞した。賞を受賞した作文は学習研究者の注目を集め、この作文を題材、原作とした中学生向けの教育映画、真面目で悪いか、が16メートルフィルム32分間を使用して、 制作され、1999年に VHS テープに収録されたものが公開された。撮影は1999年4月下旬から、南中学校区を中心に、当時の長岡市内各所で行われ、主演の3名以外はすべてオーディションに合格した、当時の南中生たちがエキストラとして演じた。出演在学する生徒の主な出身校は、 南中の学区内にある小学校が大半を占める2016年度以降の近年は市内の県立高校や私立高校を中心に中越地区南部の小千谷市や南魚沼市、さらには下越地方の新潟市内の県立高校への進学者も多く見受けられる。一方で関東の千葉県、近県の長野県、さらには西日本の京都府や福岡県への進学者も 若干数存在する。生徒の通学手段は徒歩が大半を占める一方で居住地区によっては自転車通学が認められる。自転車通学の生徒には黄色のステッカーが部活動で自転車通学をする生徒には赤色のステッカーが支給される。ありがとうございます。